はい、皆さんこんにちは。はい、今日もね、水溜りボンドさんに協力していきながら、はい、やっていきたいと思います。久しぶりですね。確かに、ね、そうですよね。久しぶりの、ね、久しぶりの、はい、お願いします。今日やる実験はですね、はい、トイレットペーパーを一気に出そうという実験です。はい、花粉症の時にちょうどいいかもしれないですね。これで鼻かみました。自覚してんじゃん。で、これ、まあ、飛ばし方としては風で飛ばそうと思います。こんな簡単にいくんですか。これちょっと弱い風だったんであんまり効果ないんですけど、はい、これをね、強い風でやるとこのトイレットペーパーがいっぱい出てくるっていうのができるんです。装置作りました。すげえ。これですね。もう使えるんですか。はい、これ落ち葉飛ばしたりするブロワーっていう、はいはいはい、強い風を出す機械ですね。はい、はい、それの先にここにトイレットペーパーつけておきました。なるほど。たったこれだけで、トイレットペーパーガンができると。はい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 。実はこれ海外とかでも、はい、あといろいろやられてるんですけど、デンジロ先生が7、7、8年くらい前ですかね、番組で開発した実験で、すげえ。それをブルーマンさんとコラボしたんで、ブルーマンさんに教えてあげて、そこから海外に広まった。ブルーマンってあの、3、2、ちょっとじゃあこれすごい距離も遠くまで飛ぶっていうのをね、お見せしたいと思います。はい、じゃあ行きますよ、せーの。はい、こちらよしっこ2人組のクオリティーだね。いやでもこれ楽しいっすよ。そうですね、これ今適当にあったトイレットペーパーなので短いんですけど、はいはいはい、ロングロールになるんで、確かにそうするとかなり良くなりますし、あといろんな色とかで綺麗なんですよ。確かに、はい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 、これですね。ね、こういうのもね、実験再燃焼とかね、いろんなところで使ってたりするので、ね、花粉症の時にはね、再燃焼。確かに。ということでですね、また面白い実験紹介しますので、はい、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。水溜りボンドさんのチャンネルでもね、実験やってますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。誰かが持ってもらって、そこに向けてこう、トイレットペーパー。僕やります。それやったやな。こう、3、2、1、それ。おおい。おい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 。それ、ミイラじゃん。バッテリーないよ。残量がゼロ。あ、ちょっと。いや、ちょっとじゃないんで。ここ一人にさせる力だろ。大丈夫ですか。おい、シュールすぎるだろ。ミイラ何かけでさ、自衛国艦隊になった人じゃん。おい、観光客来てるよ。おい、どうします？観光客自撮りしてんじゃん。おい、弁慶じゃん、俺。